紹介したり、ミュージカルに必要なトレーニング方法を発信しています、はい。お届けしていますのは、ニューヨークでミュージカル公演を大成功させたミュージカルカンパニーのズメイト代表であり、演出家でもある私、辻井直子と役者の松本ひろです。どうぞ、チャンネル登録お願いします。さて、はい、今日は何度この大きいこのホワイトボードを用意しました。もっとわかりやすくミュージカル作品をお伝えしたい、その一心で用意してましたけど、このラマンチャの音がめちゃくちゃ汚い。初めて変えたんでね、これちょっとすいません、ダダーが綺麗になると思います。見守ってください。はい、このラマンチャの音っていうミュージカルは、一言で言ったらもうほんまに哲学のようなミュージカルなんで、はい、すごい難しいんですよね、うん、話が、うん、でだからこう一つずつこう物語をこう追って、うん、こうだんだんこう感動するような感じじゃなくて、うん、なんか全部を 見た後にあ、そういうことかみたいな、なんかこういうことかみたいな感じを皆さんそれぞれ感じたらいいような話なんですけど、ね、ざっくりちょっとね、あらすじを話すと、このセルバンテスっていう人が主人公なんですね、うん、でこのおじさんはちょっと宗教裁判かなんかにかけられて、うん、もうね、牢獄に入れられちゃうわけです。でこのセルバンテスには自分の家来がおってですね、うん、でこの家来がと共に入れられてしまって、こう裁判にかけられるまでの間、その牢獄の中でちょっと怪しげな、やばい、やばそうな人がいっぱいいるところに入れられて、やばいな、この危機みたいなところをこう乗り越えるために、自分がこのドン・キホーテっていうお話をそこで、そのね、牢屋の中にいるちょっと怖そうなおじさんたちに話をして、で、そのおじさんたちをどんどん巻き込んでいって、この話をしていくっていうね、劇を始めるみたいなね、感じなんです。でその劇の中の登場人物がこのアロンソ・キハーナっていう人で、うん、セルバンテスの人がこのアロンソ・キハーナ、私はアロンソ・キハーナなんですけど、でアロンソ・キハーナは、ドン・キホーテだと名乗るわけなんです。これがね、ややこしいですよね。なんかセルバンテスっていう人が自分 の、 現実ですね、お話をの中の登場人物を演じるのがアロンソ・キハーナで、このその演じてるこのアロンソ・キハーナは、自分はドン・キホーテという、ドン・キホーテだという、騎士だ、すごい魂を宿すこの騎士であると、アロンソ・キハーナはだいぶもう年も召して、でも自分は騎士道、心が高い崇拝な魂を持つドン・キホーテなんだ。ほんでこのセルバーテスのこの家来であるこの人が、ここの部分ではサンチョという人になって、このアロンソ・キハーナとこのドン・キホーテと一緒にこう旅に出る、うん、悪を倒す旅に出るんだって言って、この2人でね、最初こうナンバーがあるわけです。ほんでこのいろんなそこに到着して、こうまあいろんなことが起きてくるわけなんですけど、その中にこう騎士たるもの、やっぱり姫を、登場人物として姫が必要だって言って、でこのここにあるドンサーって、その旅に出たそこの場所にいるこのちょっとアバズレ系の女の人がいるわけですね。でこの人のことをこのアロンソ・キハーナが、ドン、私はドン・キホーテだって、あなたはドルシネア姫だって言われたら何しますよね。アルドンサーが何言ってんのこの人みたいな、あんた誰みたいな、変なおっさんおじいちゃんだと思ってるんですけど、このだんだんこの人のそういう自分に対するこうね、扱いがみんな良くない、この女の人が、この人は自分を姫だと扱ってくれて、でこの人の心がだんだんこう動いていくわけですね。でまあちょっといろんなことがあるんですけど、でこのアルドーサがちょっといろいろあって、でもボロ切れのようにボロボロンチョになっちゃう事件が起きちゃうんですよね。でこの人にほら見て、私はこんあんたが言ってるみたいな姫じゃない、私はもうこんなボロボロな、こんなそんなのみたいな感じに言うんですね、後半ね。ほんでこのセルバンテスはまたその鏡の騎士みたいな人に取り囲まれて、お前の現実の姿を見ようみたいな、ほんで自分はすごい騎士だって、基本的騎士だって言ってたのに、鏡に映る自分の姿は超老いぼれてて、ただのおじいさんやったみたいなんで、こうガーンってなっちゃって、もう病っていうか、ね、倒れちゃうんですね。で、そこに、このアルドンサが、ボロボロになったアルドンサがやってきて、ねえ、お願いよ、私のことをもう一回、あなたは
ドルシネア姫と呼んでくれたのよみたいな、うん、なんかもう一度目を覚ましてよみたいな、なんかはドンキホーテよ、あなたはドンキホーテよ、ほんでそして彼はその心そうだったみたいな、うん、っていう、まあ、最後ね、うん、死に至っていくみたいなこうストーリーがここであるわけなんですね、うん、はい、でもこれさっとただそんだけの話じゃなくて、やっぱその 中の部分がねすごい重要なお話なんです。でこの登場人物たちを演じている日本でもラマンチャのとこはこう何度も上演されてますけど、この上演されて役はこのセルバンテスアロンソキアのドキホーテオーコレを演じているのは松本幸四郎さん、今は市川白鸚さん、白鸚さんって、そのすごいずっとずっと演じられてます。はい、はい、で、三女はもう最近はこの駒田はじめさんですね、はい、私の東京の劇団の時のフォーリーズっていうところで私も所属してたんですけど、ここの、劇団の先輩にあたるんですね。で彼はもうほんまにもうミュージカル一筋の人なので、もうねミュージカルです、もう全てがミュージカルです。だから、ね、そこはもうほんまに ぜひご覧いただきたいです。もうそこはもう全然もうミュージカルなんです。もうそれしか言えない。だからもうぜひこの役はもうすごいどんどん練って、多分もっともっと練られると思うんですけどね、練とともにねすごいいい味を出して山頂を演じてられるので、ぜひご覧いただきたいんですけど、このこちらのこの女性のね、アンドンさん、そう、それはすごい大事なこの役を、うん、もう最初は草笛光子さん、皆さん知ってますか、テレビドラマとかでもね、うん、もう出て、もうすごいパワフルですよね。草笛光子さんがやられて、次光月昇さん、でもこれも宝塚なんですね、もともとで、この光月昇さんの時代が多分すごい長かったと思います、うん、で、やっぱりすごい写真とかでしか私見たことないですけど、やっぱりこのアルドンさんの役も写真から出てくる迫力みたいなのを感じましたね。でその後、あのほら指定のベルバラ指定のこの大鳥ランさんね、つれちゃんですね、つれちゃんが、つれちゃんこの時期大活躍でしたからね、だからつかやめてからね、でこの役をされて、はい、で松たか子さんもやられて、ここはもうね親子共演で話題になりましたけど、見に行きましたね、その時私、ね、そうそう、その辺ではじめさんがいたかな、はい、ほんでそして元宝塚の桐谷美穂さんとか瀬名純さんも最近もねやられてる、うん、でもこの役ねすごいめちゃめちゃ難しいので、うん、いろんなことやられてますよね、ほんまに、でもねやっぱりね現代ってちょっとやっぱり小切れな感じでやっぱり舞台を作っていく中で、このラマンチャのところのこのね最後のちょっとね衝撃的なシーンはすごい難しいので、うん、やっぱり私は光月昇さんで見たかったな、うん、まあもちろん皆さんそれぞれのねキャラクター個性を生かした役を作ってはると思うんですけど、でじゃあもう一つ違ってるこのラマンチャの男のこの最終的になんか哲学言うてもテーマはどういう話になるの、ね、確かにどういう話なんてなると思うん でこのラマンチャの男有名なのは見果ての夢っていう歌がね超有名ですね、見果ての夢、そう見果ての夢は叶わないけどそのずっと向こうに夢があるっていう、はいはい、綺麗な声かけました、見果ての夢って有名な曲ね、もう最高に素晴らしい曲なんですけど、それとあとこのねセリフでなるこのあるがままの人生に折り合いをつけてあるべき姿のままにために戦わないことだっていう、うん、これがテーマになってるわけですよね。どういう意味か分かりませんが、めっちゃ難しいですね。あるがままの人生に折り合いをつけてあるべき姿のために戦わないことだ、はい、どういう意味ですか、うん、まあ、ざっくり言うたらもう自分が今生きとって本当の自分っていうのが、うん、本当の自分の魂にこうインプットされた自分の、うん、なんか使命だったり自分のこうやるべきことだったりとかっていうのがこうね、それが夢ですよね、自分のこう、うん、理想ね、はいはいはい、っていうものがこうある、うん、けど現実の中でなんとなくそれは折り合いをつけてしまって、うん、本当の自分の姿を出してこう それをこう高めるための戦いをしないことがダメやと言ってるわけですね、うん、っていうようなテーマなわけですね。こうくすぶって私本当はこれしたいのに、だから夢をただ追い求めるのも違うと、ただ現実を追い求めるそう、ね、こう夢を見るだけでもダメ、うん、で現実見て夢を捨てるのでもなくじゃなくて
自分の中にある本当の姿に向かって自分の本来の姿のために戦うべきだっていうようなお話なのです。だから、まあ、それをちょっと頭に入れてこの作品を見たら、あ、そういうことかっていうのがね、すごいわかると思うんですけど、で私はあのこのブロードウェイの方でもこのラマーチャのとこ見たんですけど、やっぱりそのね、この作品っていうのはもう本当に皆さんバイブルのようにね、うん、なんかこれを見てそうやった私の生きる意味っていうものはこういうことやったっていうことをもう感じられるような作品なんで、もうね皆さんね、シニアの世代の方たちがもういっぱいお客さん、ブロードウェイってね、その作品によって全然客層もね全く違うんですよね、最近ね、本当に、うん、いやまあそれはいろんなね連載の人がいろんな方に見た方がいいと思うんですけど、うん、やっぱこれは本当にシニアの方たちが、しかもこの作品にもう敬意を表してる、もうビシッとタキシード着て、もう女性は皆さんなんかもうドレスを着て、あのもう本当に 黒です、黒のこうピシッとした、うん、もうだからなんかお客さんね、客入れの時自分がなんかバーって見ましたやばい、ね、やばい、このジャンプで来たあかんかったんちゃう、間違った、一応なんか気付けていったつもりやったんですけど、いやこれではあかんかったってすごいそう思いましたね。でしかもめっちゃいい席やって、うん、でも周りの人のこの見張ってるのにめっちゃ泣きはるんですよ。でそれになんかその空気感にまだ感動するみたいな、うん、やっぱこの作品をこの年代の人たちはもっと理解、私なんか薄っぺらすぎて、この年代の人たちはもっと深く理解をして、うん、そしてもっと深く心にこのミュージカルを止めてはるっていうのがなんかすごい感じましたから、やっぱりこういう作品なんやなっていう、だからミュージカルにおいてもう絶対すごい立ち位置のこのミュージカルなわけですから、皆さんもぜひこの年齢にね、こうこの年齢の時に見たら全然意味わからなかった、でもこの年齢になってなんかちょっと分かった気がする、なんかあそういうことか、あ私もそういうなんていうの、人間として高まってこの作品が分かるようになったんやなみたいな感じになっていくんじゃないかなと思います。でこの、ね、作品のテーマとかはやっぱ映画があるので、まあ、確かに映画、まあ、映画はやっぱりすごい分かりやすいので、もうぜひやっぱ舞台はね、舞台の迫力が全然違いますから、やっぱり素晴らしいね、この舞台装置もそうだし照明もそうだし、全ての舞台の総合芸術で舞台はぜひ見てもらいたいんですけど、この作品のどういう感じの作品なのかなっていうのはやっぱ映画ですごい理解できますから、あのぜひその映画の方も見てもらって、はい、このあるがままの人生に折り合いをつけてあるべき姿のまま目に留まらないことがだんだんと分かっていっていただいたらいいかなと思います。では次の作品は回転木馬、ここ四天王、ね、踊りダンサーのついさん出てましたけど、回転木馬は四天王三木馬夏子さんがあのビリを確かに戦ったりとかしてるの で、ね、宝塚とは馴染みが深い、今もめっちゃ勉強してますからね、はいはい、またね、で番外編も、あのそう300登録をいただきまして、どうもありがとうございます、いやほんまに嬉しいです、ほんまに嬉しいですこんなにたくさん見てもらえて嬉しいです、はい、でまあ、ミュージカルをもっともっとこう広めるために頑張って、はい、そして、ね、昔の人たち本当にも、うん、見れば見るほど素晴らしいな、うん、やっぱり時代がね、はい、なんとなくこれしたらあかん、でもそうですね、綺麗に ね、やっぱりこう破天荒はあかんみたいなね、うん、時代の中で、うん、やっぱりそういうね、ちょっと変わってきてるかなと思うんで、この昔のね名脇役の方たちの話も、はい、日本語の話も、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと見てみたいなと思ってますので皆さんぜひ楽しみにしていてください。それではまたぜひチャンネル登録お願いします。ではでこういうやつね、これなしでこれなしでこれでチャンネル登録ボタン押してください、あの心がね、あのやばいので皆さんぜひご声援お願いします。それではまた、ミュージカルカフェにお越しください。